はい、おはようございます。8月20日金曜日、ライブ配信スタートいたします。ちょっと待とうかな。はい。いやー、ライブ配信を毎日始めるって言ったのが、8月8日だったんですけど、そこから、今で12日？はい。もう少しでね、2週間ということで、本当にこう毎日毎日こう、この時間にするって決めてやるのって、本当に裏側はね、慌ただしかったりとか、ね、今もね、資料とか思ってね、やってたんですけれども、なんかこうやってやっぱり決めてやるっていうのは、すごく自分の中でね、なんていうかな、これをこう、例えば9月1日までって決めてやってるんだけど、ね、そこから毎日するかどうかは別として、ね、でもこうやったらやれるっていうことをね、知るっていう、それが自分のなんかこう当たり前っていうものをね、変えていく一つなんだなっていうことをね、すごく感じます。あ、花子さんおはようございます。ありがとうございます。ね、8月8日から毎日ライブ配信すごいです。いやいや、本当毎日ね、ここまでっていうふうに決めなくてもされている方とかもいらっしゃるから、ほんとすごいなと思ってね、一年間。だから花子さんもね、朝5時55分から毎日ね、されてて、私がこうお弁当を作ったりとか、化粧をしてたりとか、そういうタイミングでね、ちょうどこうラジオを聞くように毎日ね、それを聞くことが私の日課になってて、ね、なのですごくね、楽しく聞かせていただいてるんですけれども、ね、200日っておっしゃってましたよね。今日が201日って言ってたけれども、そうやってね、本当にね、毎日何かこう、継続して続けられるっていうことってね、本当にね、ね、やってない側からしたらすごいなっていうふうにね、感じます。はい。あ、まさみさんおはようございます。ありがとうございます。あ、ゆいちゃんもおはようございます。ありがとうございます。はい。今日はですね、はい。100人ドレスチェンジの撮影会を大公開ということで、一応本日詳細の方をアップしようと思って、最終チェックをね、今ね、してるんですね。で、結構本当にね、今回、まあ、大掛かりというか、撮影会として大きなことになっているので、ね、関わってくださってる方もいらっしゃるので、本当、最後の最後までね、ちょっと抜かりなくやってたりとか、このことをね、出すまでに、なんか自分の中で、もう少しこう、ちょっとなんか言いたいことが、少し変わったりとか、本当そういうことがたくさんあったので、ね、今回ね、作ってくれてたのがね、今回の100人ドレスチェンジの、詳細のね、LP を作ってくれてたのが、東京の方の、メンバーさんのね、知念ゆかりちゃんが作ってくれてたんだけど、もうこれはホームページですって。ホームページですっていうぐらい、なんかね、大掛かりなね、ものをね、作ってくださったんですよね。だから本当に大感謝で、最後の最後までね、動いてくださっててね、本当にね、ありがたい限りなんです。はい。で、そんなわけで、今日ね、せっかくだから、まだ詳細のそのホームページというか、LP もまだ出てない段階なので、ここがね、初公開ということで、はい、お披露目、そしてね、テーマとサブタイトルっていうところもここでね、初めてね、お披露目したいなと思います。はい、じゃあ今日は共有からいこうかな。はい。では、これでいいかな。ほい。見れたかな？見れてますか？ちょっとバナーを外そう。はい。今回のタイトル。これが私の見せる世界っていうのがね、100人ドレスチェンジの撮影会の今回のサブタイトルにしました。なんか、今回撮影、この撮影っていうのが、前回、2018に私は100人撮影というものをしたんですね。で、その時は、やっぱり、撮影っていうものが、本当に、撮影がメインは、今回もメインなんだけれども、撮影という体験を皆さんに知ってほしいというか、そういうことを楽しめる人たちが、どんどんね、たくさん増えていってほしいっていう意味で、開催したのが2018でした。で、本当にね、
本当に死にそうだったんですね、あの2018。なのにもう一回するかっていうところが、本当自分の中のね、完全ド M だなっていうところなんですけど。だけど今回、その、まあ、100人分撮影会をして、で、私、その100人撮影する中でたくさんの女性の方を見てきて、で、その後ね、私ね、実はね、カメラマンとして、なんかカメラマンを育てたいな、みたいな方向性にも行こうかなと思ったんですけども、あの、私は、肩書きとして、その女性を魅力を引き出すっていうところとか、その人のありたい姿を応援していくっていうところが、コンセプトであり、肩書きだよっていうふうに教えていただいて、で、そこから、ドレスチェンジっていうイベントが生まれたんですね。私がカメラというものを置いてでも、そういうふうに女の人たちのこう魅力を引き出して、その人たちが、こう、あの、やりたいこととかを実現できていく場所が、あの、作れるのかどうかっていうことを、考えた結果できたのがドレスチェンジなんですね。で、そこから、ドレスチェンジをね、この1年間で3回やってきたんです、あのイベントをね。で、やってきて、で、私の中で、より多くの方に、この自分の魅力をこう、なんていうかな、魅力をこう全開で皆さんに表現できて、そして自分のやってみたいこと、やりたいことっていうことを実現できるっていう、このドレスチェンジのコンセプトっていうものをより多くの人たちにお届けするにはどうしたらいいかなって思って、で、100人分の撮影をまたしようと思ったのが今回の企画なんです。うん、なので今回のタイトルはね、これが私の見せる世界ということで、私が撮影というツールを使って、その人たちのこう魅力をね、その人たちの見せたい表現っていうのを、出していこうかなっていうのが今回の企画です。はい。ありがとう、あゆちゃん、おはよう。ありがとうございます。そう。はい。で、今回ですね、いろんな、こう、企画が詰まっているのが、このドレスチェンジの撮影会です。はい。で、まずね、私のね、プランからね、お伝えしましょう。はい。これね、私が、今回ね、撮影させていただくプランとして、まずはあなたの魅力を引き出していく撮影っていうのをさせていただきます。で、この下のね、あなたの夢をインタビューっていう風に書かせていただいてるんですけど、なんか夢っていうとね、まあ確かにね、なんか壮大な感じがするんですけども、今の皆さんのその現時点の、なんかこういう風になっていきたいとか、こうやっていることとか、そう、未来に向けてのアウトプットをね、ぜひね、してほしいなと思ったんです。ドレスチェンジの中で、ね、ドレスチェンジ見てくださった方いらっしゃると思うんですけれども、メンバーさんたちが、未来の自分に向けてのメッセージ動画を撮らせていただいたんですね。で、それを当日歩く前に流させていただいたんですよ。うん、未来の自分に向けてのメッセージ。うん。で、それを持って、その日、ね、当日ね、メンバーさんたちが歩いたんですよね。なんかそうやって、自分の未来に向けてのメッセージだったりとか、ここで自分のこういう風になっていきたいんだっていうことをアウトプットしてもらうっていう、本当はそんな大掛かりな動画ではなくて、その撮影させていただく当日にね、うん、未来に向けての自分のメッセージであったりとか、そう、私今こういうこと頑張ってます。なんでこういうこと頑張ってるのか。だからこういう風になりたいんですっていう風な、なんかこう自分の中の宣言であったりとか、うん、なんか思考を整理していただいて、それをこう外に出していただくっていうことをやっていこうと思ってるんですね。で、これをすることによって、間違いなくね、ただただ撮影をするだけではなくて、すごくね、自分の目標になったりとか、目の前の道に対してしっかりと軸ができると思うんですよね。で、せっかくやるなら、せっかく撮影するなら、ただただ、撮影をして、楽しかったね、じゃなくて、この撮影の意味とか価値とかが、その人にとって、すごく意義のあるものにしてほしいんですよ。せっかくね、お金払って、お写真撮るんだったら、なんか、本当にいろんな方法があると思うんですよね。自分の自己啓発のセミナーがあったりとか、コンサルがあったりとか、ね、いろんなツールで自分の変化を起こすっていう、
ものって今すごくたくさんあると思うんですよ。うん、だけど、あれもこれもどれもそれもってやるのもいいんだけど、でも結局ふわふわしてたら自分のなんか身につかないことだってあると思うし、楽しかったは全てなんだけど、楽しかったで終わってしまったらもったいないなと思って。うん、だったらせっかくのこの撮影という一つの機会に、うん、自分のことをチェンジしていく、うん、っていう、こう、なんかこう、自分と向き合う時間っていうのを作ってほしいなと思ったんですね。うん。だからこそ、この撮影っていうものを通して、その日にね、あなたをね、ちょっとね、動画でね、撮影させてもらってアウトプットしてほしいなと思いました。で、今回、事前撮影のスタートアップオンライン講座っていうのをね、入れ込みました。これは、いろんなね、ことを、エッセンスを入れようと思ってるんだけど、もちろん、こう、準備についてのお話をさせていただいたりとか、ね、マインドアップをさせていただいたりとか、あと一緒にこう、参加してくださる方は、この撮影に対してご興味いただいて、自分も変わっていこうと思ってね、参加してくださった方なので、なんか一つのね、コミュニティとして、お互いの、なんかこう、やりたいこととかを話し合った時に、こう、高め合うことができると思うんですよね。うん、なので、一応ね、こう、ズームに行って、そういう講座みたいなことをさせていただきながら、コミュニケーションを取れるっていうようなことをさせていただきます。で、これ一応希望者のみということで、3Days 私の方で、この日にしますよっていうふうに、この撮影会にご参加される方に対して、ご案内をさせていただきますので、はい、ぜひ参加したいという方はね、参加していただけると嬉しいなと思ってます。はい。はい。さきちゃんおはよう。まりちゃんおはよう。今日の目指しはとっても面白かったですね。まだね、ご覧になってない方は、ぜひね、目指しの方で、今日鳥取まりこちゃんの回だったので、見てくださるとね、とっても面白かったです。自分のね、王国を作るっていうね、プレゼントもね、LINE アットの方からいただけるそうなので、ぜひ登録して、はい、自分の王国を作ってみてください。とっても楽しかったです。さすがでした。うん、はい、このプランだけで盛りだくさんだよね。本当盛りだくさんなんです。そうだから今回ね、ここには撮影の値段書いてないんですけれども、私の普段の撮影よりは少しだけね、価格をね、上げさせてもらいました。うん、だけどそれを単純に撮影の値段が高くなったっていう風にね、捉えてもらうんじゃなくて、せっかくだから自分がこの機会に何かこう、やりたいなと思ってたものを実現するために、だからこのツールとかこのきっかけを使うっていう風に思ってね、せっかくだから、まあ、例えばお仕事をされている人だったら、撮影に対してかかった価格が単純になくなるっていうイメージではなくて、それの本当に3倍にも5倍にも価値を変えてほしいんですよ。うん。そのための背中押しをするから。だからね、私も何かをこう受けたりとか、講座を受けたりとか、そういうことをするときって、必ず5倍の価値を、5倍、3倍、5倍の価値を必ず自分の元に返すと思って、参加するんですよね。うん。だから、せっかくだから私も今回、その分だけの価値も返ししたいし、それだけの背中押しをしたいし、そしてそれだけの自分にとって、なんかこう、なんていうかな、そこにこう、エネルギーを注ぐっていうことをしてほしいなって思ったんです。うん。で、それをね、100人分やるからこそ、自分一人が単純に参加して、なんかこうやる、なんかこう、なんていうか撮影をするっていうよりは、今回100人分やるわけだから、100人やったらやろうかなって思う人ももちろんいると思うし、うん。で、100人のエネルギーが高まると、自分だけの風じゃなくて、ビュンビュン新しい風が吹くわけですよ。うん。その後追いのね、こう、追い風にね、巻き込まれて、自分もこう、自分だけの力じゃない力で加速していくことをぜひぜひやってほしいなって思ってます。うん。はい。で、で、今回、これがね、スタンダードの私のプランなんですね。うん、だけど、撮影っていうものは本当に準備が必要だったりとか、この撮影にね、向けて、よくね、やっぱり聞くのが、当日のね、ヘアメイクとかはありますかっていうふうに聞かれたりとか、で、それもね、ご自身の準備でこれまでは、当日のヘアメイクどこかでしていただいたりとか、される方はされるし、自分でされる方もいらっしゃるし、そこも本当に自分の判断だと思うんですけど、そういうご質問もすごくよく聞きます。で、あと、痩せたら、
すごく素敵な自分になれたら撮影に行きますっていうふうにおっしゃられる方もいらっしゃるんですけど、そういう場合はなかなか理想の自分には出会えません。ここは言い切って申し訳ないけれども、出会えないです。むしろ、ここまでに何とかするっていうふうに決めて、まあ、例えば、その撮影までに体重3キロを落としますって決めて、3キロ落とせなかったとしてもね、それが1キロだったとしても、1キロ痩せてから行きますっていうよりも、撮影を決めてから、3キロ痩せて行きますって言った方が絶対1キロ痩せるんですよ。うん、だから、そういうふうに取り組んだ自分っていうのを、目標を先にゴールを決めて、自分のやりたいことを叶えていくっていう方が、確実に理想の自分につく、を作っていけるから、だから、それに寄り添うプランも作りました。はい。で、さらにお洋服のことをよく聞かれます。本当に、どんなお洋服着てったらいいと思いますかとか、これとこれのお洋服どっちがいいと思いますかとか、もう本当に撮影のことについてお洋服の相談はもう一番というほどに、聞かれることが多いので、それにも寄り添えるプランを作りました。ということで、私が、これまで撮影をしてきたあるあるを解消するプランを作りました。はい。なので、もちろんね、そっちがメインで撮影っていう風な開発をしてくださってもいいんですよ。全然。うん。撮影がおまけって考えてもいいかもしれない。うん。撮影がゴールとか、撮影が発表会って思ってもらっても全然いいから、うん。そういう風に考えてほしいなと思ってます。あ、おはようございます。ゆうちゃん、ありがとう。はい。ゆうちゃんがいっぱい。ゴールを先に決めて動くだね。もうこれが一番間違いなく早く動く。と思うんですね。今回の撮影、私もこういうのもそうですし、うん、目立ち屋というものを作ったのも大きかったんですよね。ゴールを先に決めて動いた方が、バッタバッタ本当に死にそうになるけれども、絶対動くし、自分の中でできることとか当たり前が増えていくので、うん、ゴールを決めた方が絶対にいい。うん。あ、夢をインタビューしてくれ。そう、夢をインタビューしますね。夢って本当に自分が叶えたいことっていうのが言える人は全然言ってくれたらいいし、こんな風に今からなりたいんですっていう風にね、単純に宣言してくださるだけでもいいの。で、それを言うことによって、アウトプットすることによって、きっと自分が SNS とかでも発信しやすくなるし、で言ったら協力してくれる人とか、応援してくれる人とか、いろんな人がこう集まってくるから、心の中だけで思ってたら、なんかこう叶わないなって思って諦めてしまうことの方が断然多いから、出してしまったらガクブルしたりとか言ってしまってよかったのかなって思うけれども、だけど絶対言ったら絶対やらなくちゃいけないわけでもないけど、でも言ったらやろうっていう気になるから絶対に出した方がいいと思うんです。うん。あ、おはようゆりちゃん、おはようございます。ちょっとまた曇ってきた私。はい、あるある解消しちゃう。そう、あるある解消しちゃいます。めっちゃいい。ありがとう。ちょっと待ってね。またなんか曇ってきた気がします。今日晴れてる、こっち。ね、嬉しいね。ほんと、関西もう雨降るらしいけど、とりあえず今はね、晴れてます。うん、おはよう。あいみ、おはよう。ありがとう。ゴール決めた方が叶うまでのスピードが速い。そう、叶うまでのスピードが速い。そして、ゴール決めて、た方がスピード速くて、さらに、多分ドレチェンメンバーさんとかはね、よくわかってると思うけど、そういうふうに同じことを同じように取り組んでいる仲間がいる方が断然早い。うん、だから、今回100人っていう、数を出したんですよね。100人っていう数があって、その人が例えば友達じゃなくて、すごい横にいて、一緒に協力してやろうとかじゃなかったとしても、なんかそのお祭りの中に、自分一人だったらちょっと勇気がいるけれども、なんか100人でやったら、このごちゃ混ぜの渦の中に入ったらできるんじゃないかっていう、そのなんかチーム力というか、うん、グループ力っていうのをね、使ってほしいなと思うんです。この間、美咲ちゃんに撮ってもらった写真、息子に見せたら可愛すぎてダメだから、そうなんだ。可愛すぎてダメってめちゃくちゃ嬉しいね。うん。ねえ、そうやってね、なんかこう家族、周りの家族の人たちがね、写真見せた時にね、なんかどよめくっていうのいいですよね。旦那さんとかもね、なんかおーとか言って、なんか普段褒めてくれない旦那さんがね、なんかええやんみたいな感じでね、たった一言でも言ってくれて、とっても嬉しかったっていうね、声を聞いたりとか、あと、お母様、うん、自分のお母さんに見せたときに、なんか、すごくね、感動されたらしいんですね。うん、なんか、
こんなね、お写真撮ってくれたんだねって、娘のことをこんな風に写真撮ってくれてありがとうって伝えておいてっていう風にね、言ってくださったりとか、本当に自分の周りの身近な人たちって、普段日常の自分を見てくれている人で、だからこう、もちろんいいところも、良くないところも、本当髪の毛くしゃくしゃのところとかも見られている人たちが、なんかすごく素敵に洗練された自分を見せたときに、なんかこっちはね、すごく恥ずかしいけれども、喜んでくれたりするんですよね。うん、それがすごくね、自分にとってもね、意外な反応だったりすることもあって、嬉しかったりするので、撮ったね、お写真とかをぜひぜひね、自分の身近な人にも見せてくれたら嬉しいなと思います。巻き込まれちゃえばいいね、飛び込んでほしいですね。そうそうそう、ほんとそうなのよ。ね、飛び込んだらなんとか、もうバンジージャンプみたいなね、お母さんが感動してくれた話は素敵だね。そうそう、うん、だからね、なんだな、自分が撮影を経験して、それを母とか、娘ちゃん、20歳ぐらいのね、娘さんがいらっしゃる方とかも撮影しているととても多いんですよね。50代ぐらいの方だったらね、そういう娘にっていう風に20歳の記念にプレゼントされた方とかもいらっしゃったりして、自分の経験を自分の身近な人にねプレゼントしてくださる方もね、最近とっても増えてきました。はい、ということで次のプランに行きましょう。喋りすぎっていうね。はい。で、ちょっとね、メッセージですね。はい。よいしょ。はい。1個目。これ、私のこのバナーも消した方がいいかな、これね。待ってね。これ、どうやって消すんだっけ？こうやったら消える？あ、こうやったら消えないわ。あ、こうやったら消える。あ、こうやったら消える。あ、消えた、消えた。私が消えたっていうね。はい。今回、はい、さっきお話ししたヘアメイクなんですけれども、ヘアメイクもついてますか？みたいなご相談がとても多かったです。で、今回これはもう、スタジオのみのプランになるんですけど、このドレスチェンジのね、ヘアメイクをしてくださった、本当にね、有名な、何？ショー？うん、ファッションショーとかも手掛けられている、ね、普段美容師もされているんですけど、そういうね、大きな大きな舞台のヘアメイクも、されている、ジョーの直美さんにね、ヘアメイクのプランを作っていただきました。直美さんのね、お休みを一日いただきました。うん。で、当日、直美さんがあなたのことをこうチェンジしてくれる、自分の枠を超えて新しい自分に出会うヘアメイクという、撮影日を作ってくれました。で、撮影をし、ヘアメイクをしていただいた後、私がスタジオにて撮影をして、そしてインタビュー。ね、先ほどのスタンダードプランが、全部にくっついています。で、もちろん、事前スタートアップオンライン講座もついています。で、本当にね、こう、ナオミさんが、日常から非日常に連れてってくれるプランを出してくれてるんですね。自分でご自身のメイクをしてきてくださって、もちろん撮影に来てくださるのもとてもね、嬉しいし、普段よりね、しっかりとメイクをしてくださって来てくださると思うんだけれども、ね、この日、直美さんに、あなたに合った、あなたにしかない、こう、ヘアメイクをしてくださる日っていうのを作ったんですね。で、さらに、これはちょっとオプションになるんですけど、直美さんね、本当にたくさんのね、花冠とかヘッドドレスとかたくさん持っておられるんですよ。だから、非日常、本当に非日常な撮影をしたい方は、そういうオプションをね、せっかくだからね、ご希望されてもいいかなと思います。撮影、この撮影を頼んでくださったら、直美さんに、一度打ち合わせをしていただいて、その後撮影となりますので、ご自身がね、どんな風なね、お人柄なのかっていうところをね、ここ打ち合わせしながらどんな風になりたいのかとか、こんな風になりたいっていう風にお話ししたら、それをイメージして直美さんがこんな風にしましょうっていう風にね、必ずご提案してくださるので、ここはもうね、ドレチェンの、ヘアメイクでね、もうめちゃくちゃこう自信を込めてお勧めしますので。で、ただし、撮影日程はたくさんあるんですけど、直美さんのプランのみスタジオになりますので、10月4日月曜日の京都にてスタジオのみとなります。なので、ヘアメイクを本当にこう楽しんでみたいっていう方、うん。がね、メインかなと思うんですけれども、こちらもとってもおすすめの撮影になります。はい。そう、ジョーナさん、そう、ナオミさんのね、ナオミさんのヘアメイク受けれるんですよ。うん。で、ね、ここ撮影価格とかも出てないんですけれども、それでできちゃうの？じゃあ、やりたいみたいな方はね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。ヘアメイクしてくれるのはめっちゃ嬉しいね。そうでしょ？うん、ここもね、なんかこう、チェンジのポイントかなと思って、外見から、ヘアメイクという外見から、変わっていただけるプランになってます。
はい。おー、ナオミさんのヘアメイク付き。そう、贅沢です。とっても贅沢なんですよ。なので、これはね、10月4日月曜日、スタジオ撮影のみとなりますので、そして限定4枠です。ちょっとね、ここ枠書くの忘れてた私。限定4枠になりますので、この日のみのプランになりますので、ぜひ、ぜひ受けてください。はい、次が、じゃん。なりたい私を超えた私へボディメイクプランということで、中村夏子ちゃん、ドレスチェンジのゼロ期のメンバーさんで、普段ですね、撮影前の専門のボディメイクインストラクターとして、活動されていますなっちゃんにお願いをしました。撮影前になんとかしてくれって撮影前になんとかなんとか撮影したい人をボディメイクを仕上げてくれっていうふうにお願いしたプランです。オンラインメイク、オンラインレッスンが、ボディメイクのレッスンが3回ついています。はい。で、撮影日よりも前に3回お願いをしてください。撮影はね、9月21から12月まで続くようになってますので、まあ、9月20何日にね、撮影をするっていう方は、本当に1日にお申し込み、9月1日からお申し込みスタートになるんですけれども、すぐさま始めていただかなくちゃいけないんですが、まあ、10月ぐらい、11月ぐらいのね、撮影プランをお申し込みいただいて、3回ですね、やってみてください。3回でも変わるから。もう本当にね、なっちゃんの撮影はその日一日でもね、きっとね、すぐに変わるということを実感していただけると思うんですけれども、3回行っていただきます。ね、せっかくだから、そのさっき言ったみたいに、痩せてから来ますじゃなくて、このボディメイクプランを受けていただいて、先に痩せる、先に素敵な自分のボディを作れる私を作る。ことをしていただいて、もうそれのお披露目っていう形でもいいから、撮影をしてください。そしたらね、今の時点で、例えば目標とかね、あなたの夢を聞いたときに、こんな素敵な自分になりたいんですっていうふうに言ってくださるのと、きっとこのボディメイクをして3回して、撮影を受けたときに、放つあなたがやりたいこととか、実現したいこととか、夢っていうのは絶対変わってると思うんですよ。だから、本当にただただ単純にね、その日までに何か取り組んでいただいて、撮影に来てくださるのももちろんいいんだけれども、私、この機会に自分のボディメイク、外見を変えたいんですっていう方は、こうやってね、自分から機会を作っていただいて、それで撮影をしていただくと、チェンジが早い。で、毎回やっぱり撮影というものをご提案しても、その撮影の、私の撮影というものの向こう側で何かこういうふうに取り組まれたりしていることがとても多いから、だったら、なんかそのセットプランの方が確実にお得というかね、早い申し込みも1回でいいし、そして、いろんな人にこう日程調整して頼まなくてもいいし、で、かかる費用も結局なんかいろいろやってたらすごい価格になったなって思われると思うんだけれども、これ1回ね、撮影、この撮影にするっていう風にね、この撮影プランにする、ボディメイクプランにするっていう風にね、決めていただいたら、これでいいじゃんみたいなね。感じになると思うんですよ。夏子ちゃんのボディメイクもすごい、そう、こういうプランもございます。はい。だから、どこにね、自分がコミットしたいかっていうところをね、ヘアメイクっていう当日その日に、変わるっていうことを経験したい。一日で見てすぐわかるビジュアルとして変わりたいっていうプランもあれば、こうやってボディメイクとして、それその日限りじゃないじゃないですか。これはその日限りじゃなくて、自分の今持っている体を変えていくっていうことだから、撮影っていう日を超えてもその体はね、自分が保てば保っていけるし、変わるっていうことを自分の中で間違いなくこうインストールしていけるので、こういうプランもね、すごくいいと思います。ボディメイク付きプランも素敵ね。このプランもすごくおすすめです。ボディメイクまで至れり尽くせり、そうでしょ。このプランもとてもおすすめですね。プランに迷っちゃうっていうね。ニヤニヤ笑っちゃう私が。撮影という目的にコミットしてボディメイク作れるの嬉しい、そうでしょ。だからね、こういう機会に自分が体変わるんだっていうことを実感してほしいなと思って、そう、撮影もね、撮影に向けてダイエット頑張りますって言われる方もやっぱりもちろんいらっしゃって、そうやって向けて頑張る方もいらっしゃるんですよね。でも、実際にね、これぐらいしか頑張れませんでしたっていうふうに撮影日におっしゃる方もいらっしゃって、ただ私はそこまでに取り組もうとしてくださったことがすごく嬉しいし、撮影を決めなければそうは思わなかったかもしれないから、やっぱ
ぱり行動してくれたことが嬉しいので、それで十分なんだけれども、やっぱ結果を出したい人っていうのももちろんいらっしゃると思うので、そういう時は絶対人に頼る方がいいんですよ。昨日も、水木明子さんと一緒にコラボライブさせていただいた時に、明子さんもおっしゃっていたけれども、やっぱり本当に自分が変わりたいとか、それ自分の枠を超える結果を出したいっていう時は、必ずその人にね、誰かそういう専門の人っていうか、そこに長けている人に頼ってみるのっていうのはすごく大事。変にこう、ちやほやお時間とお金を使っているよりは、この人って決めて時間とお金と価値を、そのね、そこにコミットするっていうのはね、めちゃくちゃ大事だなと思います。はい。で、最後もう一個ね、プランあります。それがこちら。じゃん。はい、かおるちゃんのね、はい、自分の価値を3倍高めるグループスタイリングプランということで、はい、村田かおるちゃんがグループショッピング動向を出してくださいました。はい、これもね、もう撮影で一番質問されることも、一番お悩みを聞くのは、どんなお洋服着ていったらいいですかっていうことなんですね。これはもう私も自分が撮影しに行くときにとってもとってもよくわかる悩みです。お洋服を選びに行った時にね、思いません？ついつい同じような柄を選ぶとか。私はなんか花柄とか大好きだし、パステル系とかも結構好きだし、最近ちょっと違うテイストも着るようになったけれども、自分がこう選ぶとしたら、この中からって選んだら、大体同じような服を選んだりとか、ワンピースを選んだりとか、A ラインのフレアを選んだりとか、もちろん骨格的にそれが似合うっていうのが分かってて買ってる部分もあるんだけれども、私が安牌で、似合うっていうところを自分だったら選ぶんですよね。そうそうそう。で、それももちろん自分が安心するからいいなと思うし、自分で撮影っていうものを決めて、撮影だからと思って行ったことのないお店とか、行ったことあるけどちょっと高いお店に、普段だったら変わらない、普段からは買わない、お洋服のお店に行って選んでみるっていうのをね、やってみるのもいいんだけど、このグループショッピング動向っていうのはね、ものすごく私いいなと思ったのは、この間のグループショッピング動向の撮影会を、かおるちゃんがされてて、その撮影会の私はカメラマンとして行かせていただいたときに思ったのが、やっぱそのグループだからこそ、別の自分とは別の方にご提案されていることもすごくなんか納得するし、腑に落ちるし、あ、そんな風に着れたらいいんだねっていう風に着たらいいんだねって、自分のことだけじゃなくて、人の情報もすごく仕入れれるんですよ。それはね、すごくね、なんか、お得だなって思ったんですね。で、かおるちゃんが普段自分が行かないお店とかにもね、やっぱ連れてってくれるだろうし、そして自分だったらこれを選ぶけれども、客観的に見たときに、この方が絶対あなたの価値が上がるよっていう風なお洋服を提案してくださるんですよね。だから自分の価値を3倍高めるっていう風にね、書いてくださってると思うんだけど、自分だったら1倍、2倍上げることはできたとしても、周りから見る客観視で3倍高めていくっていうような、お洋服のね、ご提案をしてくださると思うので、で、ここにもね、秋冬ファッションをコーディネートするにはぴったりの季節って書いてるんですけど、そうそう、今からね、どんなお洋服が、まあ、流行で、その中でも自分にとってどんなお洋服が似合うのかっていうことを提案していただくと、あれでもない、これでもないってたくさんのお洋服を買うよりも、絶対ね、コスパだなんだ。コスパじゃないかなってね、とっても思うんですよね。だから、かおるちゃんにもこういう風になりたいんですっていう風にね、こう自分のね、未来のね、こうビジョンをね、言っていただくと、じゃあこういうお洋服っていう風にこう提案もしてくださると思うので、だから、本当にね、自分のなりたい方向性っていうのが明確になっていくと思うんですよね。で、お洋服でやっぱりその人の外見の見え方っていうのが変わってくるから、そう、だからやっぱり、柔らかく見られたい、見て、その安心感を持っていただきたい職業であったりとか、やっぱり洗練された方が周りの人たちにとって憧れのあなたになっていけることであったりとか、そのためにはどんなお洋服がいいかっていうのって、やっぱりね、プロに聞いた方が早いなと思うので、それを持って撮影に来てくださると、やっぱりね、全然違う写真が撮れますね。以前、かおるちゃんが、こう、
撮影前にご提案していただいて、それは、プライベートだったけどね、プライベートでお願いされて、それで撮影に来られた方が、まあ、数人いらっしゃるんですけど、あのね、皆さんね、なんかね、ご提案していただいて、これだっていうふうに、太鼓判を押していただいた、一押しのお洋服を着たら、撮影に来た時の自信が全然違うんです。もうこれはね、もうね、手に取るようにわかるというか、もうこっちがなんか、あ、すごいな、自信がすごいなって本当に思ったんですよ。カオルさんにこれがいいって言ってもらえたから絶対的に大丈夫、素敵な私っていう風に来てくださる感がね、ものすごくよくわかったんですね。そう、だからね、このプランすごくすごくおすすめです。あ、なつこちゃんおはよう。なっちゃんのプランちょっと説明しちゃったけれどもね、はい。ぜひぜひアーカイブで見てください。そしてね、なっちゃんにもまたね、実際にね、このライブ一緒にしていただけたらなと思います。で、かおるちゃんのこのグループショッピング動向も日程がね、決まっています。はい、それが、ここか。はい、関西が9月28日、大阪だと思いますけどね、大阪、京都、どっちかな、ちょっと確認しますけども、関西になります。限定4枠になります。はい、これもね、その日もね、あんまり人数が多くても回れないし、4名ぐらいがね、一番ね、こう、周りの人たちの、お洋服のことも聞けたりとか、自分のこともちゃんとね、ご提案してくださる、一番いい人数なんだなと思うので、4枠。そして、名古屋も行ってくれます。ね。名古屋も行ってくださって、名古屋で、こちらも10月7日に限定4枠ということでしてくださいます。ね、そこにお住まいの地域の皆さんでもいいんですけれども、9月28日のご予定が合わない方は、10月7日の名古屋にね、行ってくださってもいいかなと思うし、うん。で、上記はショッピング動向のみになります。この日は撮影はしません。ね、結構時間きっとかかると思うので、お一人お一人私が撮影する時間まではないと思うので、撮影は別日程となります。なので、各ショッピング日の翌日以降の撮影日をお選びください。ここ注意ポイントになります。ね、それぞれ9月28日だったら9月29日以降の撮影日。名古屋は10月7日。にあるんですけど、10月8日以降の撮影日にお願いします。関西はね、9月28日だったら、例えば撮影を関西でしたいと思ったら、結構お選びいただける日程はね、どこでもあります。もちろん東京とかに行ってくださっても構いません。で、名古屋は10月7日に、開催させていただきまして、その後関西でもいいんですけれども、名古屋で、その2週間後かな、確か、14だから10月21日にしてたかな。はい。2週間後にもう一度私が名古屋に行かせていただく、日程を作っておりますので、名古屋でショッピングいただいて、名古屋で撮影することも可能です。うん。だけど、この機にね、関西に、京都に来ていただいたりとか、神戸に行ってみたいとか、なんかね、やりたいことを叶えていただけたらなと思っています。はい。あ、おはようございます。ゆきこさん、出遅れました。かおるさん、そう、かおるちゃんのね、はい。せっかくだからね。はい、ショッピング動向いいね。そうでしょ？ね、ここで撮影のお洋服を決めてしまえば、ね、それもこう、ほら、慌ただしくしなくていいやん。あ、撮影のお洋服どうしようどうしようっていう風にね、慌ただしくするのが、私のね、いつものパターンでもあるんですよね。うん。そう、だからね、こういうのもね、プランの一つとして入れました。ね、名古屋再び行かせていただきます。28日大阪にいる予定だけど、時間が合わないかも。お、そうなの？そっかそっか。ね、何時かな？わからないな。一応ね、そういうのもね、問い合わせ一度いただけると嬉しいです。これね、今日、一応今日ね、すべての詳細の出した LP、を出させていただく予定をしております。そして、撮影のお申し込みが先行のお申し込みが9月1日になります。9月1日に、お申し込みとさせていただきますので、それまでにね10日ぐらいは余力用ね時間がありますよね。今日出したら、うん。そうね、それぐらいまであると思うので、じっくり悩んでいただいて、それまでにね、わからないこととか、何時からになりますかとか、ご質問があれば、LINE アットの方から、質問を受け付けておりますので、そちらの方にご連絡いただけると嬉しいです。
で、5月1日もですね、LINE アットから、先行お申し込みとなりますので、はい。で、もうこういうふうに限定しているプランは、1日にね、迷わずお申し込みいただけると嬉しいですね。撮影日もね、埋まってきたら先行順になりますので、ここっていうふうに決めてしまっていかれるんだけれども、だけど、まあ、もし空いてる日とかあれば、ね、移動とかもできるんですが、この撮影プラン、特別撮影プランは、もう限定の枠になってますので、はい、お早めにお申し込みいただけたらと思います。そう。で、確実に、ご本人の、これ結構さ、こういうどうかなと言うのもなんだけれども、撮影で頼んでいただくこと、そして、各、それぞれの中出しているサービスとかもちろんあると思うんですけど、こうやってセットしてるプランなので、間違いなくこれがお得なんですよ。うん。だから、もうこれって決めて、お申し込みいただいたら、もう流れが決まってて、それ通りのご案内をしていけるので、とてもスムーズだし、うん、お手間もね、かからないし、日程もね、こちらで全部調整していくので、すごく、スマートで楽ちんかなと思うんですね、される方も。うん。なので、ぜひぜひね、普通にスタンダードプランもいいんですけれども、ちょっと戻りますね。私のこのスタンダードプランが、撮影プラス、その日にあなたの夢、叶えたいこと、今どんな風なことを頑張っているか、未来どんな風になりたいかっていう風な、ね、動画を少し撮影させていただきまして。で、その撮影や、動画を撮影させていただく日の前に、事前撮影スタートアップオンライン講座ということで、これは希望者のみ、3 days どこかで、3つの、3 days 全部じゃなくても、3日程出させていただくので、そのうちのね、1日程受けたいよって、同じ内容だと思いますので、1日程受けたいよっていう方は、ズームにてね、希望者のみ、講座をさせていただきます。はい、これが一応スタンダードプランになります。で、そこに、同じ今のスタンダードプラン、プラス、ナオミさんのプランは、ヘアメイクをしてくださるスタジオのプランになります。これは10月4日。これね、4枠のみです。4枠のみになります。はい。これ、なっちゃんのボディメイクオンラインレッスンっていう、事前に、ボディメイクをしていただけるプランになります。こちらも、ここに書いてない。ごめん。こちらも3枠のみです。限定3枠です。なので、こちらもお早めにお願いします。撮影前にボディラインの整えるプランになります。はい。で、これがグループショッピング動向ということで、こちらも、撮影の前に、お洋服をね、みんなで決めていくっていうグループショッピング動向がありまして、これが関西と、名古屋。ね、ショッピングの日は決まってますので、この日のみ、開けてまずいただいて、そして翌日以降、たくさんね、12月まで撮影続きますので、その中からここがいいなっていう撮影日をお選びください。会場もね、たっぷりあるので、すごくね、迷われるかなと思うんですけれども、そちらも、撮影のスケジュールは LP の方で出てるんですけど、撮影の会場がどんなところかっていうのは、ちょっとたくさんあるので、ノートの方に、なんていうの、紹介していこうと思ってますので、はい、こちらも随時ご案内していきます。で、はい、こちら、じゃじゃん！さらに2022年だよね。間違ってた。どうしようって思った。写真展でお写真飾らせていただきます。ということで、はい、こちらが、今回ね、撮らせていただいたお写真を、来年ね、飾らせていただきたいなと思ってるんです。で、初回のお申し込み時に、オプションとして、パネル代のみね、価格としていただくことになるんですけれども、一番ご参加していただきやすい、オプション価格とさせていただいております。なので、せっかくだから、撮影していただいたものを来年ね、に、写真展としてお写真を飾らせていただくので、そこでぜひね、自分たちとか自分と一緒にこうやって関わった、この100人撮影に関わった人たちがどんなお写真を撮られたのかなとか、そしてその、語っていただいた夢であったり、叶えたいって思ったことをね、せっかくだからなんか流したりとかもできたらいいなとも思ってるし、うん、なんかこう、やったことの集大成であったり、もしくは、なんていうかな、その夢の続きを膨らませていくような、きっとこの写真展でお写真を飾らせていただいたときは、
また新しい夢であったりとか叶えたいことをチェンジができていると思うんですよね。うん、だからなんかこうやっぱりそこもこの一つとして私がアウトプットする場所を作った方がいいなと思って、はい、2021年でやったことを2022年に続けて、こういうお披露目の機会を作っていきたいなと思っております。直美さんのメイクも気になるでしょね。こういうなんかこう皆さんのあのあるあるの悩みというか、うん、こういうのあったらいいなとか、そういうのをね今回はね詰め込ませていただきました。でなので撮影を単純にねこう楽しむっていうことをもちろんしていただきたいんですけど、撮影をまあ、ツールとして皆さんが夢の自己実現であったりとか、こんな風な自分に変わっていきたいっていうための、うん、なんかこうきっかけにしていただけたらなと思っています。そのために私は撮影をしてあなたの魅力を全開でお届けするし、自分のね魅力とか自分がこんな素敵な顔をしてるんだとか、新しい自分とかを知っていただけると認めざるを得ないですよね。その価値ある自分に。うん。そうするとね、今、自信がなくてできてなかったこととか、どうしようかなって思っていたこととかも動き出すし、やっぱり外見から刺激していく、そして内面を変化していくっていう、この循環がね、その人のより素敵な、人生を歩まれていく、ことにつながっていくと思うんですよね。うん。それを私は今回、この100人ドレスチェンジ撮影会っていうもので、皆さんの、やりたいことを実現するお手伝いをしていこうと思っています。はい。そんなことでね。はい。まあ、最初出してなかったね。はい。今回の100人ドレスチェンジの、はい、タイトル。これが私の見せる世界というふうにね、自信を持って言っていただける。うん。そんなお写真、そんな世界を作っていただこうと思います。はい。よいしょ。よいしょ。これを共有を、よいしょ。はい。というわけで、こんな感じでね、100人ドレスチェンジの詳細を出させていただきました。はい、ありがとうございます。もうね、そろそろね、仕上がって LP の方を出させていただきますので、そちらの方をごゆっくり見てくださいとで。そして撮影スケジュールの方もね、9月の21から12月6日だったかな、12月8日だったかな、それぐらいまで、日程があるのでね、どこにしようかなって多分ね、うん、結構迷われるかなと思うんですけれども、それもね、なんだかな、どんなお洋服を着たいかなっていうふうに考えて、撮影場所を選んでみるのもいいと思うし、もちろんね、お忙しかったらこの日程しか無理っていうのもあると思うから、だったらそこっていうふうにも確実に決めていただいて、じゃあそのために何したらいいかなっていうふうにね、今からも考えていただけたら、2ヶ月とかあったりするからね、2ヶ月あったら人って絶対変わるから、うん、せっかくだからね、なんかこう自分をこう高める、自分のこう、なんていうかな、世界をね、豊かにしていくためのね、ツールの一つとしてね、活用してくださったら嬉しいなと思いますし、本当にね、人それぞれね、いろんな、使い方があるんじゃないかなと思っております。はい。では、まずね、LINE アットの方にきっとね、LP をね、最初に流させていただくと思いますので、LINE アットの方をご登録いただけたらと思います。もし、全然順次ね、Facebook グループにも出させていただきますし、外にもオープンに出ていくかと思うんですが、LINE アットがね、一番こう先行の情報が流れて、そして、1日にね、先行でね、申し込みがスタートしていきますので、LINE アットの方のご登録をお願いします。後で URL の方を貼らせていただきます。はい、じゃあ最後今日の100ドレじゃんけんしてみましょう。はい、いきます。じゃあいきますよ。今日勝ってね。100ドレじゃんけん、じゃんけんポン。はい、今日の私はパーを出しました。パー。誰かパー出した？誰かパーいるかな？ね、本当にね、なんかこう、みんなね、お忙しい時間帯にね、見てくださってありがとう。
そして私ご案内したいバナーがあったんだけれども、それがちょっと一体今どこに行ったかなっていうのを迷っております。どこ行ったかな？探す。あったあったあった。はい、あったあった。はい。あ、じゃあ消してくれてる。ありがとうございます。やいちゃん、ありがとう。あいこだね。まさみさん、負けちゃった。そっか。はい、ありがとうございます。みんなね、いつもじゃんけんにお付き合いいただきまして、ありがとうございます。はい。で、はい。じゃじゃん。はい。ね、コラボライブしてきました。17日が鳥取まりこさんと一緒にさせていただきました。ね、18日が、さっきさんこと、さきもとも、さとしさんと一緒にさせていただきました。そして昨日ね、水木あきこさんと一緒にさせていただきました。ね、まだアーカイブ残ってますので、本当にどの回も皆さんにとってなんか素敵な情報、素敵なエッセンスがね、お届けできてると思っているので、ぜひぜひご覧いただけると嬉しいです。そして、明日はですね、はい、企業コンサルの著者の中山優子さんと一緒にさせていただきます。ね、ゆうこさんも本当にね、とてもとても素敵な方で、ね、先日ね、著書とお出しされたんですけれども、ゆうこさんが、なんていうかな、ゆうこさんが、なんて、すごくね、いろんな人からもね、愛されている人なんですけど、ゆうこさんから見える、選ばれる人、こういう人がやっぱりなんかこう選ばれたりとか応援されたりとかするんだよねっていうところがやっぱりあると思うので、そういう、みんなに応援されたりとか選ばれたりとか素敵になっていく人ってどんな人をすごくどんなことを努力しているのかとか、そういうこともねお話を聞いていきたいと思ってますので、ぜひぜひ、ご覧ください。そして、来週もね、もう決まってるんですね。来週知りたいかな？来週知りたい？ちょっとね、まだね、ちゃんとね、バナーがね、仕上がってなかったから、まだね、お出ししてないんですけれども、せっかくだから出そっか。出そっかなんだから、出そっかだから、ちょっと待ってね。せっかくなので、お待ちくださいな。はい。これでいけるかな。ダウンロードできたかな。はい。じゃあ、せっかくなので出しましょう。待ってね。はい。ちょっといろいろ待ってね。いろいろ待ってね。とか言って。はい。来週のゲストはっていうやつですね。来週のゲストは、はい、来週のゲストはこの方たちです。じゃーん。はい、24日、丸山義嗣さん。嗣さん、私のカメラの師匠です。はい、嗣さんと久しぶりにコラボライブさせていただきます。24日9時になります。どんなお話をすると思います？いや、まあまあ面白いことを言っててね、また出させていただくんだけど、ね、カメラマンの頭の中暴露しようかみたいなこと言ってたから、暴露ってって言ってたんだけれどもね、はい、ダブルカメラマンで、まあ、どんなお話が出るのか、ぜひぜひ楽しみにしてくださってたら嬉しいです。そして、25日の朝9時からは、はい、山本花子さん、イメージビジュアルプロデューサーの山本花子さんと一緒にライブさせていただきます。ね、お洋服のことについてお話ししたいなと思っております。そして、シークレットということでね、26日9時はね、ここ一応シークレットってしてたんですけれども、はい、一応ね、ドレチェンにね、関わるね、メンバーさんたちにね、出ていただこうと思っております。ね、せっかくだからね、ドレチェンのお話も聞いたりとか、あとそして100人ドレチェンにね、向けてね、撮影をね、されたことがある方たちに、まあ、撮影がね、どういうものかっていうことをね、どんな風に変化があったかっていうような、ね、お話をしていただこうと思ってますので、でもどなたが出るかは、シークレットとさせていただきます。そして27日9時は、
セラピストであり、モデルである大林理恵さんということで、ね、今年ね、コンテストでね、準グランプリを取られて、そしてね、ほんと数々5冠ぐらいのね、スポンサー賞を取られてたんですよね。で、彼女は、私はほんと5年ぐらい以上前かな、からずっとね、体をこう、メンテナンスしてくださってるんですけれども、すごくね、やっぱりね、自分、とっても美しい方なんですけれども、その、当初出会った時よりも、すごくすごくやっぱり変わってきて、自分に対しての、自信であったりとか、考え方とかもすごく変わってって、芯にあるね、大事なものは変わらずいるんだけれども、やっぱり変化が見えて、そして今回このコンテストに出られたことで、すっごい勢いで変わられたんですよね。で、どんな風な、モチベーション、どんな風にモチベーションを高めてって、どんな風に、自分の中で意識を改革していったら、あんなにもこう外見的にももともと綺麗な人だけれども、変えていけたのかっていうところのね、お話もね、聞いてみたいなと思って、リエさんにも来ていただくことにしました。なので、来週も本当にね、コラボライブで忙しいっていう。はい。なのでね、楽しみにしててください。豪華でしょ？めっちゃ豪華でしょ？来週も豪華です。花子さんもいるそう。花子さんともね、またお久しぶりにライブさせていただこうと思っておりますので、はい、ここからね、またライブ、コラボライブがね、続いていきますので、楽しみにしていてください。そして、これが27日が終わった2日後の29日にですね、メザチュアでね、登壇させていただきます。29日のメザチュア見てね。朝8時から見てね。もうこれだけほんと切実に願う。集めといてください。集めといて。みんなで見ようって集めてください。そしてね、メザチュアのね、バナーとかも上がってきたら、投稿すると思うので、それのね、シェアのお願いもさせていただいたりとか、ね、私の中でものすごくチャレンジなんですよね。ね、人にお願いするっていうのもすごく苦手というかね、なかなかできないことでもあるんだけれども、もうこれはね、本当にお願い。お願いしますっていう。はい。ということで、皆さんと楽しみながらね、私もチャレンジしていこうと思います。はい。では今日もね、長い時間ありがとうございました。では今日もいい一日をお過ごしください。ありがとうございました。じゃあねー。あ、下げるの忘れてた。まあこのまま行きます。じゃあねー。ありがとう。